生稲晃子みたいな候補者に投票する有権者を減らして候補はありますか？候補者の政策や今までの業績を自ら調べようともせず、あの政党の肩書がついてるから投票するわという軽いノリで、政治家に向いてない候補者に投票する有権者を減らして候補などについて広く氏のご意見をしたいです。まあでも、その、大衆はその程度ということだと思うんですよね。その、まあ、直接的な原因ではないとは思うんですけど、もともと安倍首相って昨日あの長野で応援演説をする予定だったんですよ。で、ところがどっこいその長野の応援演説をする予定だったなんとか武蔵さん、光さん、なんかあ違うわ、まあ名前忘れてたんですけど、なんかカタカナ3文字の名前の人が、あの文春に20代、まあ結婚してるんですよね、その候補者の人が。で、あの20代の女性に不倫で手を出して、で、子供が生まれたので、中絶をしなきゃいけなくて、で、その中絶の同意書に、あの、偽名と偽物の住所を書いたんですよ。で、一応それって、あの、私文書偽造って法に触れる行為なんですけど、で、それやらかしたよねっていうのが、文春に載って、で、まあ、そういうスキャンダルをやってるやつのところに応援演説行くのは良くないよねということになり、急遽安倍首相の演説が長野県から奈良に変わったんですよ。で、あの、岡山県とかにも行ってたんですけど、それはもともと岡山県行く予定だったので、セキュリティちゃんとしましたと。で、奈良県で、おい、いきなり安倍首相来るってよって言われても、もともとのその警備計画とか勤務表とかあるので、いきなり安倍首相を守れるレベルの警備体制っていうのが、いきなり作れるかっていうと作れないんですよ。だって、もともと来る予定じゃなかったんだもん。じゃあなんでそうなったのかっていうと、その長野県の松本なんちゃらっていう人がやらかして文春になったから、安倍首相が長野ではなく奈良に行かざるを得なくなって、で、奈良は急遽だったので警備が手薄になってました。で、その犯人がもともと奈良は近所でしたっていうので、で、でも多分今回の事件があったので自民党は票を集めると思うんですよ。その比例で自民党って書く人も増えると思うので、なので結果としてその松本なんちゃらさん当選しちゃうと思うんですよね。なのでその、まあ別にその人が直接的な原因ではないんですけど、少なくともお前がやらかさなかったら安倍さん今頃生きてたぞっていう人が、安倍さんが死んだおかげで受かるっていう、どうなのかなっていう。まあ自民党が受かったから安倍首相の本望であるという考え方もあるかもしれないですけど、いやいやお前のせいだろっていうふうに僕はまあ、あの、直接的な原因ではないんですけど、少なくともお前責任感じてもいいんじゃねっていうふうに僕は思うんですよね。はい。